スくんのカバンに釣れる輪っかはなんなんやろ。なんか腕にはめるやつやんね、あれ。うん、なんかラバーの輪っか。だいぶ気温が夏モードになってきたな。さあ、体調またフルーツオレ飲むんかな。今体調は乃木坂を聞きながら走るらしいです。信号でいけな、うん、右やな。うん、ここやで上自販かなんかあるやろ多分。で、翔さんがそろそろ新しいジャケットをそれ投げ捨てて新しいの着替える時間にはちょうどええかな思って、ちょっと集まってきたし、ちょっとこのメーカーで行ってこうかなみたいな感じで、そのこ腰に巻いてる太一のカバンに入ってねえな、ジャケット。なんか適当に、何やったっけな、ここ なんとか途中公園、峰山途中が丘公園って今リーダーが教えてくれたんですけど、そこから出発してとりあえず琴引浜まで行きます。琴引浜は今日これやったら海水浴客が結構いそうですが、このクソ熱い格好したメンバーみんなで急砂浜が鳴るらしいので、そこへ向かっております。その後でんでんタウンみたいな名前の道の駅でご飯を食べるらしいので、なんかね、そこでこの熱い言うてるのに、そこで何を食べるのってリーダーに聞いたら、うどんって言ってました。はい。日本海に来て暑い中うどんを食べるらしいです。確かに暑いけど、あれやな、あの走り出したら気持ちいいね、やっぱり。そうそう、あの SS 乗ってる時ってあの走り出してもなかなか涼しくならへんやんか、その自分の体に風が当たらんように一応設計されてるから、うん、でもこのバイクで止まってる時、確かにあのマフラーのやつすごい来るけど、走り出したらもろ当たるからめっちゃ気持ちいいしね。これ斜めの方行かなあかんってことやね。まあここがリーダーの日本で一番おすすめやっていうスポットの琴引浜です。あ、こういう民宿に泊まるっていいね。駐車料金かかるんですけど、海水客じゃなかったら、まあ、ちょっとくらいやったら止めてもらっていいですよっていうことで、すごい親切な町です。よいしょ、じゃあ到着したんで、海を見てきます。うん、よいしょ。
なんかこっち行ったら行けるらしくて。無料。夏の海水浴場にヘルメットかぶってて変態やな。あ、そうか、そうか、水着の人いてんだよ、よく考えた。逆に水着お、海が見えてきた。あ、駐車場から止める人はビーチに行きやすくなってるんやね、これ。おお、泳ぎたいな。ちょっとね、ヘルメットしながら喋ってんの恥ずかしいんで前閉じときますわ。こちら何しに来たんやろ。綺麗だな。綺麗。あれ、あれなんやろ、木の。あ、こっから降りるのかな。怪しいかな。一段構えたら。ちょっと、お兄さん、おかげでも。何してんの。さすがに、さすがに盗撮なのな。やばいよ。じゃあ、あとはちょっとね、水着の方もおられるので撮影はちょっと一回止めたいと思います。写真に貼り付けますね。ありがとうございました、はい、あ、俺鍵開けてへん。慣れへんことしたらあかんわ。鍵閉まってる。よいしょ。ということでちょっとこのね、ご厚意で、はいよ、行為で駐車場を無料でね、まあ、10分ぐらいだったらということで止めさせていただけました。よいしょ。で、こっから次はお昼ご飯を食べるとこへ向かいます。うん、まあちょっとね、海見てきたらやっぱね、泳ぎたいですね。うん、次、リーダー何ちゅうとこやったっけ、ご飯食べんの。あ、天気タウン、あ、タンゴ、天気タンゴっていうところでご飯を食べます。よいしょ。なんかね、ことびき浜、さっきなんかちょろっと言ったらバーベキューとかもできそうなんで、なかなか良さげじゃないですかね。よいしょ。感じがいいっすよね、こうちょっと海に来た感があって。あと8キロでうどんが食べれるらしいっす、うん、めちゃくちゃ美味しいらしいんで、期待を胸いっぱいにしてちょっとね、行きたいと思います。ね、これ今ちょっと会話に出てきたんですけど、泣き砂っていうのが寿浜ってね有名なんですけど、まあ、横に歩いてたレンさんのブーツの音しか聞こえなかったですね。一切泣いてくれなかったので、うん、だからもしかしたらみんなが歩いた後で結構こうならんような状態になってんのかなと思って、だから朝早くとか行ったら泣くんかもしれないですね。
一応お昼ご飯食べるとこで丹後半島時計回りに一周するみたいな感じで、でね、あの京都の方までも、まあ今日も京都なんですけど、集合場所の方まで戻らずに、なぜかリーダーは天の橋立てで解散と言ってますね。まあそこがリーダーのいとこです。なんでっていうのがよくあるんで、でね、いつもね、なんでって質問してもね、全然この何だっけ、またテロップ出しておきます。なんとかってとこでご飯を食べてきます。今日が岬と、このこれですね、お経の経に経に岬、岬はあのキャプテン翼の岬太郎の岬です。のところへ向かいます。暑いけど走ってたらちょっと涼しいかな、うん、旅人はこの古民家を読み切れへんかった、うん、おおすげえ、ここ今のここもすごいんちゃう、この間、うおお、折ったら死ぬでこれ、うおー涼しい、あー幸せ。涼しいね。あ、そうかそうか、あのインナー着てるしか。みんななんか見たはんな。松島。やっぱり海いいね。もうなんかプチ北海道みたい。プチすぎるけど。お、京ヶ岬灯台。こっちですね。到着です。じゃあこんな感じとこっす。目視で見たらめっちゃ水が綺麗っす。あー、いい天気。レンさんとリーダー。お、あ、ここにも屏風岩があるんで、ほら。何でも屏風岩。これ多分向こうから見たら灯台見える。ん？どっから？あー、そういうことか。灯台が見える岬ね。ほうほうほう。え、あのピョンって伸びてる棒みたいなやつ、はい、え、どこにあるの？上の。あー、あれか、はい、あー、あれか、あの枝かなって言うたら違ったらしい。あれ知らない。うん。へえ、まあ、あれはあれで面白いかな。なんでここだけフェンスがあんのやろ。あ、のぞいて見ようとして落ちてる人がいるってことだよね。もっと見ようと思って。多分ね。わかるかなあれ。